とても素敵な着物姿でご登場いただきました改めまして福屋堂本舗京都ラブストーリーのキャストの皆様です皆さん、もう一度大きな拍手でお迎えください。 ありがとうございますでは早速お一方ずつご挨拶をいただきたいと思いますそれでは主人公の福吉あられ役を演じました早見あかりさん一言皆様にご挨拶をお願いしますはい、えー、皆さん今日はお越しいただきありがとうございます、えー、福吉あられ役演じました早見あかりですどうでしたか <laughs> ありがとうございますいや あのこうしてお客様のもとに届けるのがね今日初めてなので、ドキドキしてたんですけど、拍手いただけて嬉しいです、ありがとうございます。私演じるあられちゃんは、あのよく言えば天真爛漫で、悪く言うとちょっとがさつな女の子で、でも私、素の早見あかりがそんなような女の子なのですごく演じやすかったです。分かりやすく私の,素の 表情が見られたのではないいかと思いますみん,なあのみんながすごく仲が良くてあのやりやすい中でのお芝居だったのですごく楽しかったですその現場での様子がこの絵の中に出てたら良かったな出てたらいいなと思うんですけど多分伝わったと思うので良かったかな。<laughs> 今日は短い時間ですが楽しんでいただけたらと思いますよろしくお願いしますはい、ありがとうございました続いて和菓子職人であられの婚約者宮迫健二を演じました市原隼人さん一言ご挨拶をお願いいたします、えー、本日は会場まで足を運んでいただきましたありがとうございます、えー、大阪から来た、えー、和菓子職人を演じさせていただきました市原隼人ですよろしくお願いします ありがとうございます続いて佐々木のぞみさんの演じる長女福吉ひなの婚約者で銀行員日の山香織役の山下健次郎さんご挨拶をお願いいたしますはい、えー、日の山香織役をやらさせていただきました三代目次へソールブラザーズの山下健次郎です、えー、なんかちょっとミステリアスな、えー、そしてちょっと謎めいてる役をやらさせてもらったんですけども普段の僕とは真逆な感じで エンジンの非常に難しかったんですけども、えー、この現場を通していろいろ勉強させていただきました。一、えー、話にはもう見られたんですよね。ありがとうございます。どうでしたでしょうか。あ、ありがとうございます。<laughs> えー、短い時間ですけども楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて福吉家の三条福,福吉花役の宮野ひなさん一言ご挨拶をお願いいたします。はい、えっと福吉花役の宮野ひなです。と 私の花は純粋で嘘がつけなくてあられちゃんにいじられることが多いんですけどそれも三姉妹の仲がいいところが伝わってくるのでぜひそこも見てくださいこれからも19日から配信なのでぜひ見てくださいよろしくお願いします しっかりとしたアピールありがとうございます。はい、続いて花の同級生で花の初恋相手イオリ友也役の前田宏治さん一言ご挨拶をお願いいたします。はい、えー、っとイオリ友也役を演じさせていただきました、えー、前田宏治です。えー、っと福喜花ちゃんの初恋相手をやらせてもらったんですけど、えー、っと二人のその初恋ということで、えー、皆さんをキュンキュンさせれたらなと思っております。お願いします。<laughs> ありがとうございますそれではここからあのトークに移っていきたいと思うんですけれども今もあのキュンキュンという言葉も出た通り本当にあの1話、2話ご覧になった皆様も胸キュンシーンたくさんあったかと思うんですけれども速見さん演じられていてどんなところに胸キュンを感じられましたかいやもうね話したらきりがないぐらいあるんですけどその中でも、ね 1>, はい、1話から2話まででも結構キュンキュンしてもらえましたか したかな。した,よね、したよね。女の子はキュンキュンしちゃうよね。いや、本当にね、私はやっぱりあられちゃうなので、けんちゃん。はい、市原さん演じるけんちゃんと一緒にね、お芝居することが多かったんですけど。や、やこしいねに、けんちゃん、けんちゃんな。<laughs> 俺もけんちゃん。けんちゃん、けんちゃん。ああ。 んんんんちちちゃゃどっも現場でもややこしかったんですけど <laughs> <あ>、まあ、私はケンちゃんって呼んでたのでた、ね、ケンちゃんのね私ほななって言ってこう去るときにポンポンってやる姿がすごい好きでまだ1話2話ではなかったのかなポンポンまではほななって多分言って帰るシーンはあったと思うんですけどあれが一番好きというか、まあ、本当はもっとあるんですけどこう今後出てくるのでネタバレになっちゃうので。 こうね、こうさらっと言える程度のポン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 っていうのが好きでしたね。<laughs> というリクエストが出ましたので市原さん、<れ>ぜひ <laughs> ほななポンポンやっていただけたら嬉しいんけんちゃんがポンポンしてくれるんだったら俺がすんの なんで無ゃ無理やなえ、けんちゃんがちゃんにポンポンダブルけんちゃんにけちゃんがけんちゃんにお願いしてるんですよね俺けんちゃんだしけんちゃんがけんちゃんじゃ両方のけんちゃん行きましょうかけちゃんでしょけんちゃんですよね趣旨が変わってきてちょっと打ち合わせとちゃうやんけ巻き込んじゃおうかなと思っいい大人たちがふざけ始めたぞでも楽しい現場だというのはよく伝わってくると思いますのででもぜひ市原さんお願いいたしますそれはもう

これ、盛り上がりますかね盛り上がります。今、皆さんの心の中でもすごくキュンとしていると思います。はい。どうしも、山山下さん、やりますか僕もお城くんにやったんで、大丈夫です。大丈夫ですかなんか、みんな、すいません。僕がもらっちゃって、すみません。それだけ、仲のいい撮影現場だったということですよねはい。はい、そういうことです。